プのね、駆動力がね、ものすごくよくわかる。すごい高速で叩くでしょ。僕がこのアンプを聞いたときにね、びっくりしたのはね、やっぱりね、こうアンプ踏ん張ってますっていうね、感じがね、全くしないのね。そこらやっぱりすごいなと思うのと、それから、これからもちょっとウーハー2つのね、動きを見ててほしいんですけど、ものすごくこう高速でね、ドライブしてる様子がわかるはずです。で、このダックマジック、じゃあ今ハイレゾをずっと聞いてきました。44.1 16ビットの CD リッピングのとはがっかりするのかなとちょっと試してみましょう。で、普段やっぱりねハイレゾ音源も聞くかもしれませんけど、やっぱり CD リッピングの音もね結構使われると思うんですね。 PC オーディオでは、44.1 の音がつまんないとダメと僕は言うんです思うんですけど。